なんすかそれ。これバーム、スーパーバーム。アミノ酸？足の疲れに。ああね。あれね。運動で体脂肪を燃やす。あ、そっち系？そっち系。あの疲れない、多分疲れないやつも入ってると思うんだけど。うん。痩せ、吸えるやつね。プラス。相乗効果。はい、次。はい。13番ホール、はい、5になります。はい。458ヤード。以上です。458ヤードって遠い。以上です。450ちょっとあるんだ。長いよね。はあ。だからもうやる気なくなっちゃう。だって私バンブリしたってリサちゃんより絶対飛ばないからね。リサちゃんがミスしない限り私のチャンスないから。ノーチャンスです。2人ともいいとこじゃん、うん、出てる出てる。あ、でもさ、ここじゅんちゃんとこにした方がいいんじゃない。取っちゃう、取っちゃう、終わらしちゃう、終わらしちゃいましょうか、うん、一気に晴れました。今日雨の予報でカッパでゴルフかなって思ってたんですよ。うん、すごい急に晴れてます。天気は皆さんに言わせてあげます。あ、握っちゃったけど、左キックして、カート前意外に手まであるね。ある。よう打てるな、こっち側で。それ、あのスライス防止スライス防止よう打てる。うわー、完璧じゃん。なんなん、そのなんかライン出しみたいなわー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 、完璧。うますぎー、うますぎ。ちょっと遅かったね。もうじゅんちゃんまあまあなとこ行ったから、うん、距離稼ごうと思って入ってもいいやみたいな感じで強気で行けた。ありがとう。はい、それがダブルスの。ナイス、はい、ナイスダブルス。じゃ攻めたのね。攻めた。そうだよね、結構打ったなと思ったよ、うんうんうん、ヒューンって行ったから、うん、おって思った、うん、しかもね下ってるしね。そう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 、わーわーわー待ってるよ。そうみたいな。お、いいかも。おー、そっち回転、そっち回転。あらららら、どうだどうだ、飛びるか。お、お、あ、ちょちょ止まった。ベッチ分かな。まあでもいいんじゃない、リサちゃんの方が。いいよ、いいとこいいとこ。リサちゃん52度。52で打ちました、はい、決してふざけてはありません。私はピッチングで打ちました。決してふざけてはございません。いや、よかったよ、すごいすごくよかったです、ね、止まっちゃうんだけど、なんだよそれな。あとはもうほぼストレートか左の内側だと思いますよ。ですね。外さなきゃかしら。ナイス！切れない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 。そっち？切れなかった。え？抜けたね。
切れなかったよね。私がスライスの打ち方したの。え？そんな器用なの？そういうこと？いや、それはないでしょ。それはない。また大事な、はい、まあでもあと5ホールあるんで、そのうち2ホール取れれば3バーディーなんで、まだまだ追い込まれてないですよ。いや結構気持ちは追いやられてるよね。結構狙って打ってんのに。 そしてあのなぜか寄らない80ヤードいやでも今寄ってたけどねなんか違う、なんかスッキリしないよ。なんかなんだけど真ん中位置かな。え、これ下り入れて110？うん、下りも上げもプラマイして110。え？でも右手のボールの位置かな。ボールの位置がどうだったの？違う？もうちょっと内側でもいける。いけるね、うん。うん。まあそこからでも普段だったら全然 OK だから、私は。うん。スライス、下り？はい。そんな切れない。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ミラクル、ミラクル来ないか。おー、怖いよ。え、切れてきた、切れてきた、切れてきた。大丈夫、大丈夫。ちょっとやめてよ。やめてよ。なんであんなミスしたんだろう今。うん、怖い、怖い、怖い。いや私もね、ちょっと怖かったよ。ナイスパー、ナイスパー、はい、怖いよ、怖いよね。ごめんね。いやー、あ、パーか。もう1個、いや、あと2個欲しい。2個欲しい2個欲しい。あともうパー4しかないです。ショートもロングも終わりました。そうだよ。あー、チャンスじゃん。チャンス結構チャンスあったんだよ。前向き、言っていい？言っていい？ほぼオウム返しちょっとつまんでるだけ大きい声でちょっと言ってるだけ気づいた。そういうとこある。うん、気づいた。今気づいた。なんかおかしいんだ、広がんねえんだもんチャンス、チャンスみたいな食い気味で大きめみたいなやつ1個でいいよね。いや、2個取りたい。2個やめてよ、もう。リサちゃん、あとはバーディー取るだけだ。そうだね。どうするか。先行ってみる？あ、そうしようか。気持ちを切り替え。めっちゃ飛んだ。上狙いますか？上、ちょい左目狙おうかな。上より左。C でいきたいと思います。どんな感じでいきますか？残り4ホール。作戦 C はですね、はい、順番1回ちょっと変えてみて様子を見よう。まあ様子見る時間もないんだよねどうしよう
いや様子見てる暇ないんだよ。見てる間に終わっちゃう。そうだよ。あと4つでしょ。あと4つで4つのうちに2個取るために何をするか、うんうん、そうだね。2分の1ずつ。値はちょっとハーフショットで攻めていってみようかな。うんうんうん。あ、ちょっと左に行ってる分。あれだね、誰下まで行ってんのがリサちゃんかもしれない、ね、多分リサちゃんの方がラン出てると思う。で、フェアウェイがジュンちゃんだよ、多分。あ、なんかリサちゃんで行きます。ハーフショットしかしないか、うん、そういう作戦に切り替えます。はい、よき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 、おい、えい、作戦 C、 作戦 C、 いいよ、いいよ、お、あー流れた、流れる、まあでもいいいいいい、悪くない悪くない、いいよね、悪くないよ、取り戻してきた、作戦 C がすごい、うん、いいんじゃない、作戦 C いいよ。うちはちょっとさ、飽きてきちゃうのかな。待って、一緒にしないで。流れがすごい似てる。似てるぜ、本当。前半で似てるよね、やっぱなんか。飽きてきちゃってね。3連続パーからのバリ。はい。4連続パーからのバリ。はい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 、あと1個になりましたよ、3分の1。はい、よし。いける気がする。あと私のティーショットを次採用してほしいです。うん。そうだな。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。